朝日会館はかつて大阪市北区中野島に存在した文化施設である。経営母体は大阪朝日新聞社で映画上映、コンサート、演劇上演、美術品展示といった様々な用途に使われ、戦前から戦後にかけて関西の文化活動の中心地の一つであった。朝日会館は1926年に竹中工務店の施行で建設された。 1962年に閉館した後の役割を担っているのが現在のフェスティバルホールである。大阪以外に京都や神戸、名古屋にも朝日会館が建設された。朝日会館では海外から招聘した音楽家による演奏会が行われた。戦前には宝塚歌劇団、その後も藤原歌劇団や宝塚交響楽団の公演も行われた。また、 映画上映会は、映画、ベントと呼ばれ、朝日会館の集客の目玉であった。その他、関西の劇団だけでなく、東京の劇団も来園した。翻訳劇のほか、戦時下にも、新劇の上演が多く行われた。歌劇や劇団に限らず、能楽など、日本文化演目も上映され、多くの演目が上映された。朝日会館では、 1931年から1953年まで、機関紙が発行された。総刊号の特集は、舞踊家の伊藤道郎と声楽家のトティダルモンテであった。当初は、朝日会館の催しのパンフレットの機能が強かったが、1933年7月に、月刊化され、評論や小説が掲載されるなど、読み物としての側面が強くなった。ありがとうございます。